全英対ヤクルト4回戦村上、今日3つ目の三振。33個目。こいついつも三振してんな。マジでなんか卑怯なことしてたんじゃないの。これはさすがにヤバいわ。際どいところ投げてもみんなボールなのにこれなのがすごい。佐藤よりダメだな。神様とか周りがもてはやしすぎて勘違いしたただのお子様だった。この試合、びっくりするほどゾーンが狭くて、これくらい真ん中に投げないとストライクにならないレベルというのに。そら球審が去年みたいにストライクをボール判定してくれないと、迷ってど真ん中も空振りしちゃうよ。球審はいつも通り村上の時だけストライクゾーン狭くしてくれないとさ、村上の邪魔するなよ。さすがに去年の三冠王がこうなるのは悲しすぎる。ランナー貯めてくれや、得点圏なら打てるんだわ。ど真ん中直球144であっさり調理されるって。ストレート投げとけばまず打たれないよな今の状態。本日の村神様、三振、一ゴロ、三振、三振、でフィニッシュです。村神様には神の力で平行世界のボールが見えてるだけなんだよな。あっちでは全部ホームランにしてる。打点付きゴロの価値がわからないやつってバカ。村上の同点ホームランとヌートバーの決勝ゴロがなかったら世界一になれなかったよね。目が見えなくなってるレベルだろ。去年どころではない。2年目あたりよりはるかに悪い。去年は明らかに確変やったけど例年通り30本前後は普通に打つもんやと思ってたわ。今年はそれも怪しい。実際去年はあれやってたんかなとか思っちゃうよな。ここまで悪いとフライやファールがヒットになるかは運もあるけど、バットに当たらんと確変もしようがないし、普通にリフレッシュで2軍ミニキャンプした方がええやろ。ちょっとの不調ならともかくわけわからんまま打席立っても変わらんやろ。明らかにボール見すぎてスイング遅れてるよな。目があかんのちゃうか。こいつの不調はメンタルなんだから最強のメンタルケアスペシャリスト常に横に座らせろよ。ヤクファン、今の村上はフルカウントにすれば勝手に三振するぞ。わい、んなわけねえだろ外事かよ。昨日の試合を見たわい、ほんまやったわ。もともと三振クソ多かったしな。去年は確変期間がめちゃくちゃ長かったんだな。まあ村上ならそのうち打つやろ。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。